人が歩いてんのかな、風が強いね。これから多分人だね、これ。ありませんよ。そうなの？どこにあるの？三角っぽい。何それ？聞いたことあるの？でもそういうの。でもマジで一応ここ新スポなんで人降りてきた。違った。俺も人が降りてこなかった。絵だよ、俺が絵。なんか今人が降りてきたように見えただけかな。映像と音声大丈夫？すいませんね、これ今ビビるよね。これ今能登半島先端部分の六甲崎というところに来ています。今ね、これから登ってる。すごい登ってる。いないじゃない。これ今絶対誰か歩いてたんだよ。ライト見えた。隠れる場所ない。風強いね。すいませんね、うるさくて風の音が。どこ行ったんだろう、本当に今の人。あれやっとくか、継続サーチオン。誰もいない。いやー、これ靴重いからマジ筋肉にいいわ、筋肉にいいわ。グイグイ来るわ。しんど。へえ、そうなんだ。幻の大豆。幻の大豆なんだ。豆腐？な？今日安全靴履いてる。重い。股関節俺手術して筋肉落ちちゃってるんで、さらにコロナで全然配信しなかったから。風が強くなってきた。きつい。めっちゃ風が強くなってきた、これ。足は気をつけざるを得なくなっちゃったね。前はさ気にしなかったけど、今は一歩間違えたら本当にもう外配信できなくなっちゃうから、次やっちゃったら。墓がある。怖っ。ビビった。墓だった。うわ、暗いなこれ。綺麗だな、アジサイ。まだ
いないいない。これ六甲崎っていう。どっちだ。ね、綺麗。どっちだ。あ、でもここには六甲崎って書いてあるから、ザキでもいいんだね。俺昔ザキって読んでたらなんかさ、ウィキったらサキって書いてあったね。ウィキよりこっちザキじゃんね。だから多分俺六甲崎って読んでたんだ。一回来たことあるから。六甲崎でいいんだ。なんかウィキで調べたら、ウィキで調べたらさ、六甲崎って書いてある。広いよね。あ、でも今ここまで来ちゃってるから。この道の駅からこう歩いてるだけ。もうすぐ。ちょっと休憩。疲れた。またアジサイ。結構アジサイ多いな、ここ。ここにもある。ここちゃんと歩道が綺麗に整備されてますね。東大かな、人がいる、人いないか。なんか明るくなってきたな、空が。え、ででーん、ちょっと待ってね。画質下げよう。ちょっと待って、俺、高画質でやってたんだけど。俺、いつ高画質にしたっけ？
俺今高画質でやってたんだけど、最高画質でやっちゃってた。いやでも電波薄いな、やっぱギリギリだから。一回立ち上げ直すか。電波最低にしたら電波戻ってきた。何これ。画質最低にした。画質最低にしたら電波戻ってきた。一個戻そうか。見えてるこれ。え。見えてる？写真撮っていい？見えてるこれ。見える。お！やばい、いい時に来てしまったようだ。俺の観光配信って感じになってきた。ババ様？何？なんだろう。あ、能登半島か。能登半島の絵の先っぽになんかぶささってる。上海書く意味ある？上海書く意味ある。ウラジオストック来た。ウラジオストック。あ、そういうことか。中国の人。どこまで？この。ロシアだよね。東大綺麗。確かに行けそうな気がしてきた。東大園地。あ、なんだあそこ。なんかね。着くね。東大の方電波悪いのかな？もう一回戻ってみていい？東大の方。この上は電波いけるね。この下が危ういね。なんかさっき。東大の周りが映せないね。多分電波悪くて。上はいける。こっちが電波悪いみたい。あ、そうなんだ。交換貿易。やっぱりこっちの方が電波弱いな。こっちの方が電波弱い。やばいんだけど、色が超、俺この色めっちゃ好き。やばくないこれ。
めっちゃ綺麗。これの終わりか。写真撮っとくの。マホさんの人ちょっと電波いい方まで戻るね、もう一回。せっかくだから。今ここ弱い方。ここは六甲先灯台。はい。こんな違うもんなんだね。あそこと、上とここ。東大元暮らしで、化けだった。この上の方が電波いいなんか知らないけど、下が何非宝石、緑平常、お化けが今ここにいますかってやつ。グリーンだよ。軽くなってきたね。ちょうどでも予定通りのいい感じのこの朝焼けが見れた。時間感覚がバッチリじゃない？なんか久々に俺のこの直感が生かされたんじゃない？これ。なんか朝日が昇る瞬間よりも俺この最初のこの赤いのめっちゃ好きなんだよね。めっちゃ綺麗な。しかも貸し切りは誰も来てないよ。まあね、一番すごいものはあれですよ。全部雨予報だったのが、今この感じということがすごいことです。自分でも。風が強いな。ちょっとあっち、何あれ？トイレかな？もうちょっと日の出まで。もうちょい色が変わった方が多分あれ綺麗だな。そこになんか遊歩道が。こっちは電波いいな、やっぱ。何が違うんだろう、これ。ちょっとの距離しか変わんないんだけど。うん、そうそう。一緒。なんかね、iPhone の方が実際見た目と近いですね。配信の画面が。アンドロイドの時よりも。いい感じで俺の目と似たような色。配信の方がちょっと暗いかなぐらい。わかんない。わかんない。多いよね。そう、俺もなんか今それを言おうと思った。日本の中心って、書いてる人、書いてるさ、とこ多いよね。
本州の中心かでもあれは。日本列島じゃないのか。本州の中、あ、これでしょ？さっき言ってたあの、心霊写真とかいうの。これじゃない？俺なんか、これ見たことあるかも、過去に。この、なんか心霊写真が、どうのって言ってたの、三角みたいなやつ、これじゃない？この意味不明な。これ写真撮っとこうか、じゃあ。これじゃないの？あれ？これも撮っとくか、一応。あ、灯台か。わからないオブジェだよね。お、どんどん明るくなってきてる。四角い穴の開いた？へえ、ないな、もう。これこっち行っちゃうとないよね。あれ何あれ、あずまや。光ってんの。もうライトいらないか。これ何？それはトイレっぽいんだよな、そこにあんのは。すごいな、景色が。おしゃれっすよね。何あれ。わかんない。そう、だから先に来た。光ってるこれさ、明るくなっちゃったら、目立たなくなっちゃうかなと思って。とりあえず光ってるうちに来ようと思った。こっちはトイレ。これは何なの？なんか魔法陣みたいのがある。何これ、何日？ 30？ なるほどね。
ちょっと待って。よいしょ。え？またニコ生かって思われるかな？またニコ生か。風強いな。新しい名刺です。ペヤンガーって書いてある。朝日綺麗。お前の方が綺麗だよ。よし。破らないで。写真撮ってる。よし。だって絶対ステッカー貼ってるやつなんていないでしょ。ほら、ステッカー貼ってんの誰もいないよ。超目立つこれ。わざと開いてこうって。開いていこう。進めていこう。もっと。そうこうしてる間に空がもっとお綺麗になってきてるわよ。Wow. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Wow. Beautiful. People are there. So, 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 いろそうだよね。めっちゃ綺麗なんだけど、本当に。よくここまで回復したよね。よくここまで天気回復したよ、本当。本当配信では俺ついてるんだよな。配信ではめっちゃついてる。ねえ、なんか雲で生えてるよね、すごい。逆に。配信がついてます。
すごい。ウラジオストックが見えるね。ウラジオストックが見える。ローマ。人来ないね。されてる。白いなんか三角のやつないね。まあいいか。すごい整備されてる。能登半島最先端、最先端じゃねえなんだっけ。最先端って書いてあったよね。最先端。あ、これ、灯台バックにこれ、撮りたいね。灯台バックに。灯台バックに撮りたいね。そう言われたら。確かに。最先端で、ほら。最先端の日本の中心地で。あ、でもさっきが一番綺麗だったの、ちょっともう影ってきちゃってね、色が。やっぱ。本当あっち行くと電波悪くなる。本当このわずかな差って何なんだろうね。この、そっち行くと電波悪くなる。中心的には、そっか、そうかもね。さあ、人もいないようなんで。行きますかね。人もいないようなんでね。さっきのが綺麗だったかもね。ちょっとなんか、明るくなりすぎちゃったね。もっと赤かったね、さっきのが。じゃあね、最後にここで叫んで帰ろうと思います。皆さんね、最近見に来てくれた方も、最初から来てくれてた方も、台風から来てくれてた方も、4周年でね、記念枠に来ました。ありがとうございましたね、4周年ね。まだまだ。まあちょっと足の怪我もあってね、いろいろ不具合がありますけど、これからもよろしくお願いします。行きますよ、じゃあ。4周年ニコ生最強。はい、ありがとうございました。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 